います。はい。はい。Sさんはさらに声を荒げます。後輩を責め立てるこの声が、お口中に響き渡りました。やがて様子を見かねた上司から、S くん、叱るにしても言葉を選びなさい。見ていていい気持ちがしないよ、と注意されたのです。はい。はい。S さんは最初、この注意を素直に受け止められませんでした。自分は間違っていない、叱るのは必要なことだ、と思っていたからです。はい。はい。しかし、冷静に振り返ってみると、後輩にとっては必要な叱責でも、その言葉が職場の雰囲気を悪くしていたことに思い至ったのです。はい、ありがとうございます。それ以降は後輩への言葉に気を配るだけでなく、職場の雰囲気が良くなるような明るい言葉を発するよう心がけています。以上、本日の文章を読んで、まずある方、ご応募よし。はい。はい。社長お願いします。はい、斉藤浩一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やはりこの怒っている人、イライラしている人を見ているだけで自分たちの気持ちというのはすごく悪い気分になってきます。また逆に明るい人、ニコニコしている人を見ていると自分たちも心が和らいでいきます。ほんのちょっとのところで人の感情というのは動きます。私たちがお客様に対応する際に何か怒りの気持ちどこかで物事が起きていればお客様はこの会社はいい会社ではない、さんが見ていてニコニコ笑っている従業員同士がいればこの会社はいい会社なんだというふうに勝手にイメージをしてくれます。私たちはイメージだけで仕事をしているわけではありませんけれども、どうせならいいイメージを持ってもらえるようにやっていきましょう。以上、こちらでありがとうございました。ありがとうございました。他に反省のある方からご応募よし。はい、後輩もいます。自分も社歴も7年目になりますので、しっかりしないと後輩また業務を任された上でまだまだ責任感というのが足りない部分な感じがまたあります。しっかりとこの新店舗オープンの最中、自分もいろんな業務を引き受けましたが、なかなか忘れた部分があり、皆さんに迷惑をかけてしまった部分があります。しっかりと今日から確認また報告連絡相談を徹底しながら業務忘れないようやっていきます。それでは今日のコロッケを提唱しましょう。今日のコロッケ、言葉で職場を明るくしましょう。以上、職場の共有となります。ありがとうございました。ありがとうございました。待ちます。どうぞ。経理年賞を行います。経理年賞は希望者よし。はい、野口さんお願いします。はい、はい、します。どうぞ。経理年賞を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ、私たちは一つ、私たちは一つ
古タイヤホイールの提供や修理サービスを通し、中古タイヤホイールの提供や修理サービスを通し、限りある資源を効率よく再利用し、限りある資源を効率よく再利用し、全世界のお客様の永続的な繁栄と環境問題に貢献します。全世界のお客様の永続的な繁栄と環境問題に貢献します。一つ私たちは CSR を重視した事業活動を通して、 CSR を重視した事業活動を通して、社会の進歩発展に貢献します。社会の進歩発展に貢献します。一つ私たちは全社員と当社に関わる全ての人たちの、全社員と当社に関わる全ての人たちの物心両面の幸福を追求します。物心両面の幸福を追求します。以上、経理年賞は終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。開始します。どうぞ。社訓書を行います。社訓書は希望者明けます。はい。渡辺さん、お願いします。はい、お願いします。どうぞ。社訓書を行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ、常に謙虚で人に感謝し、人から感謝される人間である。一つ、常に謙虚で人に感謝し、人から感謝される人間である。自分を許し、人を許せる人間である。一つ、自分を許し、人を許せる人間である。一つ、現状に甘えず、一生学び続ける人間である。一つ、現状に甘えず、一生学び続ける人間である。見分け、自分を見分け。見分け、自分を見分け。タイヤとホイールと自分を見分け。タイヤとホイールと自分を見分け。以上で着手しております。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。どうぞ。国座主張を行います。国座主張は希望者教師。はい。松本さん、お願いします。はい、お願いします。どうぞ。国座主張を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。太陽の目標、中井幸せアップライジング計画、我々はアップライジングを通して、アップライジングを通して、従業員と世界中の人々が幸福になり、従業員と世界中の人々が幸福になり、歴史を変えるような社会貢献と途上国支援を続けていくために、社会貢献と途上国支援を続けていくために、2020年3月31日までに売上15億円を得ることを誓う。以上で国座主張は終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。どうぞ。愛妻実習を行います。愛妻実習希望者、ガウス。はい。和田さん、お願いします。はい、お願いします。どうぞ。愛妻練習を行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、練習から始めます。はい、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 挨拶練習を始めます。くすけ、おはようございます。おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。少々お待ちください。少々お待ちください。かしこまりました。かしこまりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。少々お待ちください。少々お待ちください。かしこまりました。かしこまりました。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。お帰りなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。宇都宮店、大戸店合同5億円達成しました。宇都宮店、大戸店合同5億円達成しました。タイヤとホイールとその他全ての備品に感謝します。タイヤとホイールとその他全ての備品に感謝します。体絶好調で元気に頑張りましょう。今日も一日、体絶好調で元気に頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。授業に集まって左足を行く前に、皆さん、どうぞ。皆さん、どうぞ。